h r ズスペクトル型ユーソティータウリ型星、ヘルビヒアエ、BE 型星褐色 Y 星、純褐色 Y 星、白色 Y 星、赤色 Y 星、純 Y 星、BE 主系列星、OBAFGK、純巨星,巨星、巨星、バリウム星、赤色巨星、青色巨星、輝き巨星、超巨星、赤色超巨星、LBVWR 型母種極超巨星、絶対、等級 G 型主系列星は、スペクトル型が、G。 高度階級が V の核で水素の太陽の零点八四倍から一点一五倍の質量を持ち、表面温度は五千三百 k から六千0 k の間である。太陽は G 型主系列性の一つであり、スペクトル分類は g ボルトである。太陽系近傍では十万立方パーセクあたりに六十三個の密度で存在し、全主系列性のうち八パーセントを占めていると、 考えられている。太陽以外の G 型主系列星には、ケンタウルスザアルファー星や、クジラザタウ星、オリオンザ、カイ一星などがある。太陽は G 型主系列星の典型例である。G 型主系列星の創造図人類にとって、最も身近な G 型主系列星は太陽である。太陽の中心部では、毎秒6億トンの水素がヘリウムに変換され、 その過程で400万トンの質量がエネルギーに変換されている。G 型主系列星はイエロードワーフと呼ばれることがあるが、実際には太陽のような比較的高温のものはほとんど白色をしている。低温の天体でもやや黄色みを帯びている程度である。太陽は実際に白色であり、スペクトルのピークは青から緑の波長に位置しているが、 地球の大気を通して見た場合は、デイリー産卵の影響により、特に日の出と日の入りの際は、黄色やオレンジ、赤に見える。G 型主系列星は、恒星の中心部での水素を使い果たすまで、およそ100億年にわたって、核融合を継続する。中心部での水素を使い果たすと、恒星は、元々の大きさから何倍にも膨張して、アルデバランのような赤色巨星になる。 その後赤色巨星はガスの外装を周囲に放出して惑星上星雲となり核は急速に冷えて収縮し高密度な白色矮星となるハロールドレスター・ジョンソンとウィリアム・ウィルソン・モーガンによる1953年の改定されたスペクトル分類では G 型矮星のスペクトル標準星として多くの構成がリストアップされたが これらのすべてが現在までスペクトルの標準性として生き残っているわけではない。MK 分類においてアンカーポインツとして挙げられた G 型主系列性、つまり現在まで G 型星の定義として変わらず、用いられ続けている構成には、両剣座ベータ星、太陽、クジラ座、カッパ一星、オオグマ座61番星がある。 MK 分類におけるその他の主な標準性には HD115043、白鳥座16番製などがある。G4V と G6V の標準性は年代によってわずかに変化があるが、しばしば標準性の例として挙げられる天体には、乙女座70番製やエリダヌス座82番製がある。G7V 製と G9V 製に対する、 標準性として広く受け入れられている天体はない。太陽を含む非常に近傍にある G 型星のいくつかは太陽系外惑星を持つことが知られている。例として、乙女座61番星、HD102,365、HD147,513、大熊座47番星、祭壇座ミュー星、クジラ座タウ星が挙げられる。太陽は、 質量としてはこの範囲に位置するが G5V 星ではない。太陽は 5778K と典型的な G5V 星よりも高温であり、そのため通常であれば太陽よりもわずかに重い質量を持つ G2V 星に分類される。ありがとうございます。